うわぁ、こんにちは、お疲れ様です。あ、そや、そやな、お疲れ様ですよね。今日はですね、はい、巷でほんまだ、こんなちょっとだけ話題になってる、うん、トモくんスライドをねやろうかなと思って。ちょっと何言ってるか分かんない。トモくんスライドっていうか、まあその技術はあの俺より前にいろいろやってる人がいてて、うん、まあ、トモくんスライドと言いますけど、まあ、ただのスライドですけど、特定の音にギュインギュイン入っていくスライドのことです。このスライドみたいな、大根千人とかの曲でもうガンガン入れてるから、お野菜さんの曲でお野菜さんの新曲発売中ですから。あの大根千人とかでガンガン入れてるんで、まあそれのコツじゃないけど、なんかそれは普通のスライドとそのトモくんスライド、どういう違いがあるんですか？トモくんスライドはね、ワイルドにそういうやつ難しいよね。普通のスライドと一緒やから、うん、まあグリッサンドみたいな感じだから、なんていうんですか、今みたいになんかそのでいくのをもうあのグイグイいくって感じ。だからそのスライドすら説明下手やな俺。スライドすら速さを速くしたりとか、そういう、そう、なんかあのなんていうの、ここも入ってゆっくりやったりとか、着地地点のなんかダダダダダダダっていう位置に対して、そのタイミングに合わせるようにスライドするみたいな、うん、でどっから行くかはもうなんかあんま決めてないって感じ。とりあえず行けるとこから行くみたいな、うん、だからちょっとなんか体をぐんぐいぐい使うみたいな、あーガーンっていう感じよね。もう距離どっからは決まってないです。もう行けるとこから行くみたいな、うん。ですよね、うん、行けるとこは、うん、だからまああのタブ売ってますから、うん、宣伝。普段の演奏とかでもやっぱ入れるんですよ。スライドみたいな、なんかニュアンスだし、ちょっと声っぽくなるし、まあ小ネタですけどね、小さい技ですけど、もしよかったら、まあ、大根千人のそのタブを買っていただき、新曲も買っていただき、練習してもらえればね、いいんじゃないでしょうか、ね。